おはようございます。キュートハウスです。今は2022年3月1日朝の7時15分ですね。6時半ぐらいからみんなで大泣きをしましたので、7時にご飯を食べました。ルーちゃんはもうね、もうすぐ7週になるのであんまり食べませんでしたけど、またちょっと食べますね。で、みんなです。今小桜が6話、うろこちゃんが5話、11話のいくつをしております。よいしょよいしょよいしょ。そろそろあのうろこちゃんたちが活動が活発になってきましてね、あっち行ったりこっち行ったりするんで、でかいんですよね、うろこさんがね。ルーちゃんはもうちっちゃく見えます。ルーちゃん今体重56ぐらいですね。順調に減ってきております。減ってくるとね、すごくとっても心配だと思いますけど、あのほとんどの子が50を切りますので、問題ないです。で、何ヶ月かしてからみんな50ぐらいに近づきます。少なくなる子だと43ぐらいになりますのでね、心配は、元気だったらパッと見ほら元気だってわかるでしょ。もう元気だったらもう全然心配しないで、生理現象だと思って普段通りに生活させてあげてください。ルーちゃんも今57ありますけど、50以下になります。もしかしたら45、ルーちゃんちょっと大きめだから45ぐらいまでも下がらないかもしれないけど、少なくなって、徐々に48、9、50、51、52、そこら辺の体重になると思います。まあ、ちょっと大柄な子だとね、55ぐらいになるかな、小桜さん。うちね、ドームくんがすごい大きくっていつも60ぐらいあるんですよね。うろこなんじゃないかなと思って、やっぱりドームくんは。ね、ちっちゃい時から一緒にいるので、みんな仲良く暮らしていますね。ルーちゃんはあと今日火曜日なので水木金土曜日の朝お迎えがあります。ちょっとルーちゃんはね、長く一緒にいたのでちょっと寂しいですけど、ちょっとルーちゃんそこ足場が悪いんじゃないか、滑っちゃうんじゃない。はい、あの子はねシナモンちゃんじゃなくて2番ちゃんですね。バタバタしてるのね。右側にいるのが1番のシナモンちゃんです。1月31日生まれですね。隣の2番ちゃんは2月の2日生まれです。1ヶ月ほどでね、卵から帰って1ヶ月ほどであんなになるんですから、すごいですよね。右側にいる小桜インコのルチノちゃんはどうしようかな。今度の日曜日お店に行くかな。ちょっと早いかな。まあちょっと様子を見てお店にお願いしたいと思います。ちょっとね、パパかママかにね、羽を抜かれてるので、ちょっともうちょっとそれが揃ってからの方がいいかな。よいしょ。ルーちゃんも忙しいもんね。ルーちゃん、ルーたん、こっちにもちっちゃい子がいるんじゃないかな。小桜のすごいちっちゃい子が、あ、多分ここら辺にいない。
なんていうちゃん。あれ、みんなもう大きくなっちゃった。あ、この子が一番ちっちゃいかな。今全部で11羽おります。今日はね、名古屋は午前中晴れで、夕方近くに一気に雨が降ってくるそうです。私は相変わらずタオルとか、この、 あの緑のね、敷物みたいなやつとかをね、1日に2回大量に洗いますね。1日に2回、1回多分40枚ぐらい。あ、これはね、あの4枚しかないので、これはまあ2枚ずつで4枚なんですけど、この上にね、いろいろ引くんですね、今からね。で、落ちたの、ちょっと、君、ご飯食べてみようか、もう大きいもんね。はいはい。ペレットとシート。アワホはちょっと待ってね。何って。シモンちゃんさっき寝てたからあれだけど、ちょっと君ももう大きいからさ、ちょっと食べてみて。もう4週間になるので食べ出しますね。いいの？まあ実は2番ちゃんさっきまで食べてたんですよ。で、1番のシナモンちゃんが寝てたのであげなかったので今食べてますね。お利口だね。お利口ですね。あなたは何やってるの？あなたは何やってんの？出ちゃダメよ。広いところにね、1メーターぐらい、横幅1メーターぐらいのところに、いろいろ置いてね、生活しております。温度は29度ぐらいを目標にしてて、湿度はね、50ぐらいを目標にしてるんですけど、朝ね、ちょっとお湯を今はあのストーブで沸かしてるのでね、ちょっとどうしても気持ち、湿度が高くなっちゃいますね。この子はね、うろこの3番ちゃんです。かわいいね、本当にも。純真無垢というかね。ルーちゃん。はい。では失礼します。今日も皆さん元気でお過ごしください。あ、うろこちゃんと小桜さんのね、里親さんも引き続き募集しておりますので、よろしくお願いします。じゃあねーって。